2レース A 級の一般戦号砲なってスタートです。序盤の位置取り、1番の時松忠志、5番の矢田智春、九州ラインがまず前の位置を取っていきました。2番の木村勤が3番手、3番の中井雄介、4番の横瀬聡、7番の田中正史を続いて最高峰6番の佐々木秀幸の序盤戦です。1周目の2コーナーからバックに入っていきます。ラインは2手、まずは九州ラインの方が前を取る形、そして様の中井雄介は初手後ろからで4番手のスタート。1周目の2センターに入っています。ライン2分線、5番の矢田智春が正攻法、前段からの競争となっています。今日は自力の目標なしで後ろ2人を背負うレースとなっています。本格先行選手の2分線、今日はどう立ち回るか。マーカー4番の横瀬聡、3番で1番時松忠志、九州ライン3人がまずは前で待ち受けています。3番中井雄介を後ろ詰め、4番手のスタートです。今回は予選突破に失敗しましたが、ここでは機動力実績で上位の存在です。さらにこう先行1社とメンバー構成にも恵まれました。きっちりこう勝ち切れるかどうか。マークは7番の田中正史です。中井とは抜いてワンツーの実績もあります7番の田中、あとは2番の木村勤、6番の佐々木秀幸までラインの4人と長くなっています。残り2周回、赤間のホームです。先頭5番の矢田智春、3番の中井雄介が抑えに来ましたが、5番の矢田が少し踏み上げて、さあ番手に来るか。ジャンマイの2コーナーに入っています。先頭5番の矢田智春、前に行きます。3番の中井雄介も少し削られつつ前に出ています。おっと、5番の矢田が番手に収まってしまいました。7番田中武蔵がすかさず追い上げていって、3番中井の後ろはマーク戦です。4番の横瀬聡が5番の矢田の後ろで、2番の木村勤が7番の田中の後ろに復帰してきました。さあレースは最終の1コーナーから2コーナー、先頭様の中井雄介、先行1社中井の先行、番手飛びつきました5番の矢田智春。さあ2番手がもつれていますがペース上がりません。さあこれようやく踏み上げてきました。さあ中井の先行、後ろは5番の矢田智春取り切りました。あとは7番の田中立之3番手、内をつく2番の木村で直線コースです。先頭様の中井雄介、中井が先頭、5番の矢田が突っ込んできますが様中井です。中井押し切りました。2着目5番の矢田智春、あと4番の横瀬聡と続いています。第2レース A 級の一般戦の2つ目でした。先行者様の中井の先行、前で待った5番の矢田が取り付く格好になりました。2番で取り切って3番5番でのゴールです。3着は矢田を追走していた4番の横瀬聡が入っています。正式な決定が出ますまではもう少しお待ちください。